はいどうも、ただいまです。延長10回、大山選手が、決めてくれました。いやはい、我らの4番、大山選手がね、しっかりここぞという場面で、打ってくれました。皆さんが、待ち望んでいたようなその場面というか、ここで打ってくれっていうね、場面で、しっかりね、大山選手が打ってくれました。そのサンズ選手をね、敬遠して、大山選手勝負っていう選択を、されたということで、大山選手もね、非常に燃えていたんじゃないかと、はい、思います。スリーボールからね、打ちに行ったっていうことで、いや、積極的にね、なかなか、やっぱりまあ、ツーアウトだし、あの場面で、スリーボールからね、打ちに行くっていうのがね、ちょっと勇気のいる場面なんですけど、そこをね、迷わず振り抜いて、前進守備だった外野のね、頭を越す、打球を打ちました。素晴らしいですね。はい、それでは、試合を振り返っていきます。まず1回の表、ワンアウト1塁2塁から、得点圏打率リーグナンバーワンのサム選手が、先制スリーランホームランを、放ちました。いやーもう本当にね、頼りになるバッターですね。アウトハイの高めの球をね、振り抜いて、キャッチャーはね、多分ね、ボール球を要求したかったんですけど、若干ね、ボール球ではあったと思うんですけど、はい、サム選手がね、手の届くところだったんで、ちょっとね、投げる地を、ちょっとミスったのかなと、はい、思いましたね。あの高さだったらね、多分外国人選手だったら手届くんで、完璧なね、当たりで、阪神が3点を先制しました。秋山選手がね、会長に投げていたんですけど、5回の裏に、ランナー2人を置いて、菊池選手に、同点のね、フリーランホームランを、打たれてしまいます。いやー、ちょっとね、あの1球がね、悔やまれますね。ちょっと甘いところに入ってしまって、菊池選手もね、その変化球にちょっとタイミングをずらされて、泳ぎながらではあったんですけど、泳ぎながらあれもレフトスタンドに持っていくという、この3連戦ね、菊池選手にホームランを2本打たれるというね、ことに なりましたね。菊池選手ね、そのパンチ力があるんでね、一発っていうのがね、意外とあるんで、ちょっとね、次から、一発ね、警戒していきたいですね。そのまま試合はね、遠藤投手、秋山投手の好投で、そのまま続いて、阪神もね、リリーフ陣が、岩崎投手、ガンケル投手、岩沢投手が、しっかり伝えてくれてね、はい、10回まで無失点で勝ちました。さすがの中継ぎ陣ですね。はい、その中ね、延長10回に、大山選手がね、決めてくれました。やっぱりね、大山選手っていうのは、阪神タイガースをね、応援してる人全員からね、期待を受けていて、プレッシャーっていうのがね、すごいとは思うんですけど、こういった場面でね、どんどん結果を残していけば、真の4番バッターっていうのにね、なれると思うので、こういうね、ここぞという場面でね、今日みたいな結果を残していってほしいです。阪神タイガースね、この8月を、13勝12敗1引き分けと、無事ね、貯金を1つ作りました。はい。苦しんだ、8月でしたね。7月がね、ちょっと好調だったんで、それに比べてっていうところもあるんですけど、はい、なかなかね、巨人に3連敗したりとか、負け越したりもね、他のカードがあったりとか、なかなかこう、波に乗れなかった中、最後のね、1週間、10日間ぐらいは、勝ちがね、結構あったんで、その点に関してはね、結構、巻き返したのかなと、はい、思いました。この8月はね、藤浪投手に、692日ぶりの白星がついたりとか、いいところもね、あったりとか、あとね、ボーア選手、サンズ選手、大山選手が、今、2桁本塁打を打っていて、これからね、そのどこまで、伸びるのかなというところとかね、ポジティブ要素もね、割とあるんですけど、そうですね、打線がね、つながらなかったりとか、その36イニング連続無得点、はい、っていうところもあったんでね、やっぱりね、8月を振り返ると、打線というか、巨人戦ですね、巨人戦で打てなさすぎるっていうね、ところが大きな課題になったのかなと、はい、思いました。9月はね、1日から13連戦があって、そのうちのね、4連戦が、巨人となんで、はい、そこの4連戦でね、どういう結果になるかっていうのが、今後のペナントレースをかなり左右してくるかなと、はい、優勝っていうところが、本当にね、可能性が薄くなってしまうか、まだ望みが全然あるのか、明暗がはっきりする4連戦になるのかなと、はい、個人的にはちょっと思いますね。13連戦の中っていうことで、こうね、結構ね、その疲れとか、いろいろあると思うんですけど、ぜひね、この13連戦の巨人との4連戦は、勝ち越して、終わりたいです。それでは今回はこの辺で動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。